ブラシサウルスは白秋後期に生息したランベオサウルス赤に属するハドロサウルス科の恐竜の属。スペインのマーストリヒチアン後期にあたる岩石で発見された頭骨と骨格から知られている。模式種はブラシサウルスカヌドイで2010年にスペインの研究者チームにより記載された。ホロタイプ標本 MPZ99-667 はウエスカにあり。 6600万年前のマーストリヒチアン上部にあたるアルン層で発見された。ホロタイプ標本には断片的な下顎がついた頭骨からなる。俗名は化石が発見された場所であるブレージ一日並み、種相名は古生物学者、ジョゼイグナシオカヌードを称えたもの。ブラシサウルスは中型のエウオルニソポーダ類であり、頬骨の後方の部位は上側の円が針状となす。 同一の層から、近縁なアレニサウルスが発見されており、彼らは、同族ではなく、二次的な隆起が存在しないことや、歯の形状から識別がなされている。ブラシサウルスは、下顎の前縁が下方へ湾曲している点で、パララブドドンとも異なる。論文執筆者は、系統解析を行って、ブラシサウルスの系統学的位置を決定し、 その結果としてブラシサウルスはアレギサウルスの姉妹群とされた。両者は共にランベオサウルス赤においてチンタオサウルスやジャクサルトサウルスよりも派生した分類群を形成する。この分類群に最も近縁なアムロサウルスよりも派生的か否かは確定していない。両者は姉妹群でないとする研究もあるが支持されていない。白亜紀において アジアからヨーロッパにかけて様々なハドロサウルス科が生息したことは当時存在したはずの立教を通ってハドロサウルス科が移動したことを示しているという仮説がブラシサウルスの存在により確かにされている。ランベオサウルス赤の中でのブラシサウルスとアレニサウルスの位置づけには議論が交わされている。 ランベオサウルス族とパラサウロロフス族が分岐した直後のランベオサウルス族に含める説とパラサウロロフス族に含める説がある。以下のクラドグラムは2013年にポネラピー、クルザード・キャバレロラが言ったブラシサウルスとアレニサウルスを含む系統解析に基づく。ありがとうございます。